オーガニックの薬局リモート産地ツアーでようこそ。キトキュースターのえなみです。今日は初リポーターなのでカンピングペーパー持たせていただいてます。温かい目で見てください。今日は千葉県豊里市に来ています。成田空港の近くなんですかね。飛行機がいっぱい飛んでます。今日はここ富田都市のオーガニック栽培をされている農事組合法人丸和さんの生産者さんのお話を聞いたり、畑を紹介してもらったり、オーガニック野菜の魅力に迫りたいと思います。最後にあなたの質問をお答えしますのコーナーもありますので、質問とかご意見とかえなみへのツッコミとかもありましたら、この下のチャットボタンを押して気軽に入れてみてください。はい、じゃあオーガニックの約束いつも食べてますっていう方と、有機野菜なんかいまいちよくわからんわという方がいらっしゃると思いますので、ここでオーガニックの約束のブランドの紹介をさせていただきます。オーガニック栽培で作られた野菜たちは意識の背景の方が強いと思いますが、ちょっと体に気を使いたいだったりとか、自然にをもっと感じたいという有機野菜をもっと身近に感じていただきたいという思いから、東急ストアはオーガニックの野菜というブランドを生産者の方々と一緒に取り組みを始めました。地球にも人にも優しい野菜たちなんですね。そしてオーガニックの約束の商品には QR コードがついています。こちらです。こちらの QR コードを読み込んでいただくと、生産者さんからのお手紙を読むことができます。そのお手紙にあなたがお返事することもできますので、今度読んでみてください。はい、じゃあ早速今日お世話になる丸和さんの紹介をさせていただきます。こちら富里市でオーガニック栽培をされている農事組合法人丸和の山崎さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。丸和さんはオーガニックが注目する前ですね、なんと30年も前からオーガニック栽培をされている生産者さんです。オーガニック栽培はとっても手間がかかるイメージがありますが、この広い農場でどのような取り組みをされているのか、早速山崎さんに聞いていきたいと思います。では農家さんを始めたきっかけってあるんでしょうか。もともと私農家やってなかったんですけども、結婚して農業をやってた山崎家に嫁ぐことになりまして、ここ4年前から農業を始めています。4年前なんですね、はい、へー。その農業を急にやりだすって戸惑いとかなかったですか。まあ、祖母が農業やってたので、小さい頃とかよく畑とか入ってたので、そんなに私の場合は戸惑いなかったですね。はい、そうなんですよ。お手伝い、そうですね、手伝いしながら夏休みとかよく行ってたので、そんなに初めてのことっていうわけでもなかったので、それはいい経験だったので良かったです。オーガニックも、ここはオーガニックの農場だと思います、はい、オーガニックをやるきっかけになった。あ、そうですね、もう父とかがもともと化学肥料とか、あとは農薬とか使わないのに体にいいと思って、それで取り組み始めたのがきっかけ で、そこから私はそのままその流れで一緒にやってるような形です。あ、はい、そうなんですね。オーガニックの栽培とかすごい難しそうなんですけど、こだわりとかってあるんですか。そうですね、やっぱり畑にいるとやっぱりいろいろ害虫とかいろいろなものが寄ってくるので、いかにそこを避けて適地適作で作るかなので、そのタイミングがやっぱり難しいですね。もう一旦虫がすごい広がってしまうと薬を使えないので、もう全滅しちゃうことが多いんですよ。一応今回グリーンリーフこれから収穫なんですけど、無事収穫できそうなんで良かったです。素晴らしい。これ土とかにはこだわりはあったりするんですか。そうですね、まず土に関しては堆肥をたくさん入れてます。で、堆肥に関しては近くの牧場があるので、馬の厩舎なんですけど、そこから馬糞をいただいて、それをいろいろ稲わらとかもみ殻とかを入れて、それをずっと半年ぐらいですかね、発酵させたやつを畑にやってます。お、はい、すみません、勉強不足。堆肥っていうのがちょっとよくわからないですけど、はいはい、そうですね、堆肥はこういった、これもともと馬糞、もうこれはもう4ヶ月ぐらい経ってるんで乾燥してるんですけど、これがこう乾燥してこういう感じで灰が、これは馬糞と、そうですね、馬糞ともみ殻ですね。はい、
あとはちょっとあの敷きわらとかに少し馬糞の敷きわらあるので、それが混ざってる形ですね。はい。でこれを畑に撒くことによって、いろいろあの畑の病害菌とか、それがあのこの堆肥のいろいろな微生物によって、あの拮抗作用っていうんですかね、いろいろ土のバランスが良くなるので、そうすると病気にもなりにくい、あの健康な土になります。はい。なんと農薬いらずって。そうですね、いらずまではいかないんですけど、やっぱりどうしても中盤、あの虫来てしまうので、農薬は使わないんですけど、なんていうんですかね、虫にはやられます。もうこれやれば大丈夫ってわけじゃないです。農薬やらずで、そのまま虫が来たら終わりって形です。はい。無農薬とはまた別っていうことですね、有機。無農薬であります。あ、基本的には堆肥と有機肥料、それだけですね。はい。防ぐためには、いろいろああいった黄色いシールとか、ああいう物理的なもので防除します。うん、あとはこうやってハウスの中、ハウスの中だったら虫が入ってこないので、はい。あの黄色いシールが虫よけですか？虫よけというよりもあれに虫がくっつく形ですね。ああ、はい、そういうことですね。はい。あれで守られてる。そうですね、少しですけどね。はい。でもこう全滅しちゃった経験とかも。ああ、それはしょっちゅうです。はい。しょっちゅうなんです、ね。はい。もう今年は今、これうまくしたんですけど、あの、去年なんかはもうアブラムシ大発生で、おはい。それ泣いてました。はい。で台風とかも台風の被害も 3年前ですかね、もう台風一旦全部飛ばされて、あの、はい、新しく貼り直した形です。はい、すごい大変そうですね。オーガニックの魅力をお聞きしましたので、はい、次、畑を案内していただきたいと思います。畑に到着しました。は 何が生えているんでしょうか。これは大根です。で大根ですけど、まだ小さいんですけど、これは10月にあの巻いた大根なので、まだ全然小さいです。それで今あ、まだこのくらいですね。これが赤ちゃんです。1ヶ月ぐらい経った。ここで見ると、うん、虫の跡もないので、あのいい育ち方すると思います。はい、だけどやっぱりあのこうやって、なんていうんですかね、あの全然あの出てなかったやつ、これは途中で埋められちゃったやつなので、そういう感じで有機だとどうしても農薬使えないので、途中で虫が発生してしまうとダメになっちゃいます。そこが難しいところです。やっぱり今もモンシロチョウが飛んでるので、それが卵を産んでまた幼虫になって葉っぱを食べられる、そういうのがもうそれの繰り返しですね。虫がたくさん食べた形です。あ、どんどん食べてた、食べちゃった。あそこで、はい、あそこでもう蝶々になって飛んでったんだと。すごいな。そう、成長していくわけです。そう、食べきって大きくなって今こうやって飛んでる形です。はい。そこから徐々に成長が起きた。集団が増加したみで、種を。9月の中旬くらいに巻いてるので、まだこれ収穫は早いんですけど、ここが今収穫しているところなんですけど、あの収穫できている野菜です。はい。どんな条件で育てる？そうですね。基本的に種を巻いたら、あとはもう育つのを待つだけ。はい。もう虫が来ちゃうともうダメなので、やっぱり大事なのはあの虫があまりいないタイミングで種を待つっていうところです。はい。やっぱり、あの、寒くなった時、寒い時とかは、やっぱり虫が少ないので、ちょっと気温が下がってる時、暖かいと、どうしても虫が発生しちゃうので、例えば、早く、もっと早く大根を売りたいからと思って、夏の暑い時期に種をまいちゃうと、すぐに、さっき言ったりとかして、虫に食べられちゃう。そうです、ね。木を待って。はい。なんか抜いてみますか。本当ですか。はい。この辺が、あの葉っぱが大きく見えるやつ。あとはこれなんかはだいぶもう太くなってるんで、これはもう抜いたらいいと思います。やっぱりこうポツポツ虫にやられてるかなっていうのはあるんですけど。このくらいだったら大丈夫と思うんですけど、これがたくさんついちゃうとやっぱり見栄えが悪くなって、はい、
ただこれも削れば食べられるので、ぜひあのこういった虫の被害あるのはあのあるという前提で、あのお客さんに買ってもらいたいですね。食べてみてもいいですか？あ、そうですか。いただきます。これはあ、辛かった。いや、美味しい、美味しいです。入浴食って甘い、甘く甘い、なんかちょっとサブみたいな。大根、はい、大根の見極め方とかあるんですか？実際よく美味しい見極め方とか言われるんですけど、個人的には違いってそんなにないと思うんですよ。やっぱりあの普通にそうだったらもう十分美味しいですし、やっぱり鮮度、まず鮮度があって、ちゃんとしたタイミングで収穫して野菜だったら何でも美味しいと思います。はい、土によって美味しさが違うとか、そういうのも。そうです、土のによって美味しさが違うとかも実際いろいろ試してはいるんですけど、あの特に違いは今のところないです。そうですね、気候、やっぱり気候に左右されると思います。結局よく今年は豊作だったとかって天気に左右されていることなので、もうほとんどが天気です。もう自然に任せて、はい、自然の力をうまく利用してやるのがいいと思います。今年は、はい、美味しい。今年は美味しいです。美味しい、はい、今年は美味しいそうです。はい、大丈夫です。はい、あとは堆肥もそこにあの堆肥あるので、そこの堆肥をここに、大根以外に、はい、作られて、人参もありますし、あとはそちらの方にあの今落花生、あれは明日落花生をあの粒を取るような作業があるんですけど、はい、そうですね、肉といえば落花生なので、はい、はい、わかりました、はい。そうです、まだ人参、これはあの収穫するにはまだ2週間前で、ちょっとあのまだ小さいと思います。これも抜いてみますか。本当ですか。あ、そうです、もうまだまだ小さいんですけど、適当にここら辺抜いちゃって大丈夫です。結構大きかったです、はい、そうですね、あと2週間もすればあのもう十分あの店頭に並ぶようなサイズになると思います。今大きいの取ったので、まだあの小さいのもあるので、それが大きくなってからあの収穫する感じですね。はい、あ、はい、あの成長が遅い分じっくり育ってるので、まず甘さもやっぱ味が濃いっていうところからそういうふうに感じるんだと思います、はい、どういう料理にあったりするんですか？そうですね、もうやっぱり普通にあの人参って意外と脇役な野菜だと思うんですよ。メインで食べないと思うんですけど、でも煮物とか使っても代わりに使ってもやっぱり味がしっかりしてるので、ちゃんと人参食べたなって感じになると思います、うん、でさっき甘いとおっしゃったように、あのお子さんでも意外と人参臭くないって形で、食べれるお子さんも多いので、はい、あとは人参ジュースにしたり、あと人参メニクと沖縄料理のしりしりですかね、そういったもので使うと、人参大量に使えるので大量にぜひみんな買ってください。この商品にならない、はい、なんかあ、お野菜とかいうのはどういうふうに、はい、人参で言うと、人参ジュースにしています。はい。で、そうですね。はい、加工で。大根も大きくなった大根に関しては、カット野菜用に使っています。はい。やっぱりそういった形で無駄なく利用されているので、どうしても有機栽培すると均一に揃わないんですよ。だからそういうボコつきをどう抑えるかっていうのは、いろいろな販売先、うん、そういうのがあります。そのダメな場合は、この人参を先ほど紹介したバフンの堆肥の厩舎の方に人参を届けて、お馬さんの餌になっています。はい。すごい。助け合い。そうですね。やっぱり何でも地域のつながりが大事だと思うので、そういった中でやらせてもらっています。はい。素敵ですね。
野菜なんかいっぱい作られてますけど、はい、スーパーとかで野菜買ったりもするんですか？やっぱり自分の畑にあるものはやっぱり自分でしか買わないです。だけどたまにこれはよく作れるなって思う有機野菜とかあると自分でも買ってみて、これ自分もちょっと作ってみようかなとか、そういったことを考えたりもします。はい、やっぱり自分では作れないものが他の有機栽培の生産者とかでも作ってる方いらっしゃるので、そういった人たちに影響を受けながらいろいろやってます。はい、じゃあ次これも作ってみようとか、そういう、そうですね、ちょっとですけどね、まずは家庭菜園レベルでちょっと作って、それがうまくいったら少し広げてみようかなっていうところですね。はい、ただまあいろいろチャレンジし、毎回どのくらいですかね、少し畑の中の 1% か 2% はさっていろいろなものを試して作って、うまくいったら出荷するみたいな形をとっています。それでは商品化された野菜ってあるんですか？はい、そうですね、今最近はどちらかというと大きな野菜というよりも小さい野菜なので、白菜でいうとミニサイズの白菜だとか、そういったものを作ったりしてますね。はい、やっぱりなかなか大きいとカットしなきゃいけないので、カットせず食べられるものとかはそういったものですね。はい、そうですね、私も白菜を1個は買えない人暮らしなので、はい、どうしようといつも、そうですね、はい、だから普通に栽培しながら実際お客さんのニーズに合わせた品目も作らないといけないので、やっぱり大変ですね。はい、商品開発もなんか勉強が、そうですね、実際私も作ってるだけなので、あとはもう自分がお店に行って、こういったものがあるんだとか、こういったものがあれば便利だなとか思っていろいろ作ってます。はい、東急ストアのバイヤーから要望が来たりとかしないんですか？はい、こういうの作ってます。そうですね、やっぱりどちらかというとこの野菜がない時期にこの野菜を欲しいとかまあ今で言うと人参が今欲しがってるみたいなんですけど、まだ小さいのでまだ待ってくださいっていう形です。はい、でもそれを叶えてくれたりとかするんですか？あ、そうですね、まあ少し小さいですけど、小さいながらも収穫して届けたいと思います。はい、お世話になってます。いい、はい、じゃあこの後質問コーナーに行きたいと思います。質問いただいております。ニックネーム幸子さん、ご質問ありがとうございます。作り飽きただということはありませんかということなんですけども、そうですね、有機栽培だとどうしても輪作する体験、まあ、輪作というのは人参を作った後に大根作って、大根作った後に何かっていう形で他の違う品目を育てなければいいの取れないんですよ。同じものばっかりやるとそれが好きな病害虫とか発生するので、そういう点で常にいろいろな作物を作ってるので作り飽きたなっていう経験はないんですよ。だけどやっぱり一日中大根を収穫しててこれが1ヶ月続くと思うとやっぱりちょっとげっそりします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてペンネーム、たかしさんですね。寒い季節対策は、もう厚着するしかないですね。でもやっぱり今機能のいい服がたくさんあるので、はい、全然。だけど寒さ対策はあるんですけど暑さ対策だけはないので、もう暑いともうどうしようもないですから、中の扇風機があると、はい、あ、そうですね、今最近増えてます、はい、だけどやっぱり30何度もある中でやっても熱風が来るだけなのでなかなかそうですよね、はい、回ってても、そうですね、止まってればいいんですけどやっぱり体動かしながらだとどうしてもあんまり効果ないです、自分には大変、はい、こんなすごい大変な中で作業させていただいてます。続きまして、ニックネーム村ポンさんですね。農作業をするときにこんなものがあったら便利だなと思うのはありますか？そうですね、やっぱり草取りが大変なんですよ。有機栽培だと除草剤を使えないのでどうしても手で取っていくしかないんですよ。そうするともうずっとかがんで、この人参の畑だと本当に1週間かけてずっと草取りっていう形なので、もうそれを夏の炎天下なので何か本当に草取りが楽になるようなそういったものが発明されると大変嬉しいです。はい、講義をされてる方お待ちしております。草取り機、
続きまして、ペンネーム、いわちゃんさんからです。夏の暑さ対策は先ほどありましたね。そうですね、夏、やっぱり暑い時期は早く仕事を開始して、日中暑い時間はもう室内でやる作業とか、そういうふうにしています。はい、もうその日が昇る前って。そうですね、もう今も35度を超えるのざらなので、もう10時、朝の5時か4時半とかからスタートして、もう10時には一旦上がって、で、また夕方って形ですね。はい。日中はもう外には出ていられないっていうこと。そうですね、でもどうしても出なきゃいけない時っていうのはやっぱりあって、水をかけるだとか、そういった作業はどうしても発生するので、そういう時はまあ暑い中で行くしかないので、頑張ってます。熱中症には気をつけて。そうですね、はい、気をつけます。続きまして、ペンネームとみーちゃんさんですね。農作中音楽とか聞きますか？自分はあんまり音楽は聞きながら作業はしないですね。まあ音楽聞くとしたら出荷の時ですね。農作物を積んで出荷先まで行く時、うん、そこの時はラジオをつけたり音楽聞いたりしますね。どういう音楽聞いてるんですか？もう流れてくる音楽、何でも。あ、そのラジオから。はい、そうですね。はい。じゃあ最近の曲が多いですかね？そうですね。それが最近の曲なのか昔の曲なんかわからないですけど、はい。はい、でもまあ農業もやっぱり家庭菜園でやられる方もいると思うので大変な面もあるんですけど楽しい面もあるので自分には合ってる仕事だと思います。はい、続きましてまだまだ来てます質問。ペンネームとひとしさんからです。オーガニックならではの苦労はありますか？そうですね、やっぱり苦労、先ほど言った草取りです。やっぱり草取りはどうしても仕事的に楽しくないんですよね。草を取るだけで収穫するとやっぱりいいものを取れたとか喜びます。いいものが取れたとき嬉しいですし、種をまくときはいいものを取れるかなって期待してやってるので。だけど途中の草取りに関してはやっぱりやりたくない仕事ですよね。はい、端からやってって、はい、また端からまたやってくる。そうですね、ずっとやっていく形ですね。またこっちも草生えてきました。そうです、そうです。でそこをそれをこの人参で言うと3回ぐらい繰り返すので、1回目にちょっと手を抜くと2回目にものすごい生えてたりするんです。取り残しがあると根から行かなきゃいけない。そうですね、根があってあとちっこいのをちゃんと取ってないとそれがまた大きくなるので、もう丁寧にやらないと結局自分が楽した分跳ね返ってくるっていうのが草取りの嫌なところですね。大変です。それは、はい、そうですね、はい、草取りバイトみたいな人がいるといいですね。そうですね、まあでもそればっかりやらせるのはかわいそうなのでまあそれも有機栽培やるから必要な仕事だと思って頑張ってます。はい、続きまして、タカ4210さんからです。オーガニック野菜は味が違いますか？そう、味で言うとやっぱり成長が遅い分味がなんていうんですかね、しっかり乗ってるというか細胞がぎっちり詰まってるような感じなので、やっぱそういう点で味が濃いとか、そういう違いはあると思います。はい、であとはやっぱりちゃんと適地適作、ちゃんと自然の環境に合ったタイミングで栽培しているものなので本当に何か薬に頼るとかそういうことせず育ったものなのできちっと自然の流れで育ったものなので美味しいと自分はそう思ってます。はい、さっきの人参も大根もすごいなんか味が濃くて、はい、すごい美味しかった。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、あとはもう少し寒くなってくるとやっぱり今度は糖度が増すみたいなところ生物的にあるのでもっと美味しくなってくる。はい、今年はやっぱり台風は1回当たっただけなんですけどので、あんまり被害はなかったですけども、やっぱり台風の被害はひどい時はもう水なんかはもっとまばらになっちゃったりするので、はい、続きましてまた同じ方ですね。高4210さん、ありがとうございます。美味しい大根の見分け方はありますか？先ほどなんか、はい、そうですね、なんか大根の美味しい野菜の見極め方っていうのはなかなかなくて基本的に鮮度のいいもの、うん、それがいいと思います。はい、あとは言われてるのは辛いとかあると思うんです。
ですけど、それは皮目に近いほど辛くなってくるので、中に行けばあの辛さもなく 甘みがあったりとか、あと冬になれば寒さで甘さが乗ってくるとかあるので、やっぱりあの美味しい野菜の見極め方というのも美味しい時期を知ることが一番大事だと思います。はい、そのお料理に合った時期っていう感じですかね。そうですね、料理、そうですね、大根はその料理、はい、あ、そうですね、それに合うっていうのがあって、はい、ちなみにその辛い大根は何料理か。辛いとやっぱり大根おろしとか、あの普通にそういう辛みのあるの、あやっぱりあの夏場は結構あの辛い、辛なんていうんですか、そばとか多いので、はい、だけど残念ながら夏はそんなに育てるの難しいので、夏はないんですけど、甘い大根はですか、その冬によく食べる。そうですね、いろいろ煮物に使うおでんとかあの使うのがいいと思います。はい、ちなみに何だしがお好みなんですか。はい、もうなんていうんですか、ね、カツオだしとか、でもカツオに限らず、もう今あのいろいろお店でもスープの素とかあるので、もう何でも足したらそれで味が乗って、あの美味しいです。はい。もうしみしみになる。そうですね。美味しいですよね。はい、そうですね。はい。はい、続きまして、ターさんからいただいております。これから作ってみたい野菜はありますか。そうですね。なんか。大和芋なんかがここの今富里町 の近隣の隣町で大和芋が産地のところなんですけど、あのやっぱり気候的にも似てると思うので作れないことないと思うので、まあちょっとそういったものもあの他の地域にあるあの特産品、やっぱ自分の土壌にあったものだったら作れるかもしれないので、そういったものはチャレンジしてみたいかなと思っています。はい、まだその家庭菜園でも試してはいない。試してはいます。試して成功したこともあれば失敗したこともあって、やっぱり家庭菜園レベルでやる規模とそれをもっと大きくしたとき、その時にはまた それに必要な収穫する方法とか、また機械とかも必要になってくるかもしれないですし、あのそういったものを徐々に段階をつけながらあの考えています。はい、なかなか大変です。そうですね、はい、新しい挑戦と何でも大変です。はい、まあ、作れた時は本当にあの嬉しいですし、はい、続きまして、オーガニックの果物は栽培難しいんでしょうか。清瀬市のサラリーマンさんからいただいております。果物は実際あの作ってないので難しいとかは正直わからないですけど、やっぱりあの他のオーガニックで果物を作ってる生産者さんが言うには、やっぱり病気が入ってしまうとか、あとは畑その1年に1回の作物なので失敗効かない作物っていうのはやっぱりあの大変だと思います。野菜なんかはやっぱりあの半年もうそれ失敗したらあのまた次やればいいってあるんですけど、果物に関しては1年に1回の作物だと思うので、やっぱりそれが病気とか入ったりしてダメになっちゃうと、もう今年はもうゼロになっちゃうので、やっぱりそういう点で難しいと思います。はい。なんか糖度が高いと虫にやられやすいとかそういうわけではない。どうなんですかね。いろいろそこら辺は本当にわからないです。あの甘かったから食べられたとか、あのそういうのがあるのかは本当わからないですね。野菜ではそういうことはない。このはい。はいかな。そうですね、まあ、あの健康に育ったらあの虫がつきにくいとは言われています。はい、だけど健康に育ってても虫にやられる時もあるのでやっぱりは普通にあの幼虫がついちゃったらあの食べられちゃうんで、蝶々が卵を産んだらやっぱり幼虫になって食べられちゃうので、ちょっとそこら辺は頑張ってはいるんですけど難しいです。はい。葉っぱはよくなんかあの大根とかで、はい、食われるとかありますけど、はい、そう、葉っぱが食われてるだけでも実は食べられてないみたいなことはある。そうですね。葉っぱを食べられると成長が遅くなってしまいます。はい。だけど根っこの部分を食べなければ別に大丈夫です。商品にはなる。そうです。でもそれはあくまで地上にいる虫によってやられてることなので、地中にいる虫に関してはまた地中の虫が悪さするので、はい、でもそれをコントロールするのが液状堆肥とか
混ぜて、土の環境を良くして、いろいろな生物がいると偏った病原菌が出ないので、うん、いろいろ腸内細菌じゃないですけど、いろいろな菌がたくさんいるような拮抗した状態を作っていると下の虫にはなんとか対応できてるかなと思います、はい、続きまして、ミーさんですね。山崎さんの好きな何でしょう。煮物好きなので煮物の時とかに入ってるとか、あとはまあ普通にカレーですねカレーに入ってるとかで常に美味しく食べてます。甘い感じが。そうですね。あとはやっぱり人参結構体にいいって栄養素豊富っていうので、そういう点でも多分あんまり風邪ひかないので、それは人参のおかげかもしれないです。そうですね、はい、人参ちょっとチェックです。皆さん、はい、匿名さんからいただいてます。朝採り野菜を東急ストアで販売してもらいたいこれ内部の方ですかね、うん、まあそうですね、朝収穫はしてますけど、届くときに間に合うかですね、そこは運送会社さんとか、あと冬になると朝まだ凍っているので、実際野菜は収穫しても凍ってる時に収穫すると傷んじゃうので、それはできないですね。はい、今ですね、うん、でも夏は夏でやっぱり暑くない時期に収穫するとか、火砕類やってる方とかはやっぱり朝に収穫しないと、日中暑すぎるので普通に朝収穫してるので、実はもう朝採れ野菜をもうやってるかもしれないです。やってるかもしれない、はい、朝採れてもう昼には店頭に並んでる。昼はちょっと難しいかもしれないですけど夕方頃には間に合うんじゃないですかね。そうですね、はい、東京ストアも3時くらいに販売を、はい、うんされてます。はい、人参もまだこれ小さいのとか、どれが大きい小さいっていうのは正直葉っぱだけでもわからないんですよ。葉っぱこれ大きいから抜いても、うん、大体同じぐらいですかね。あ、こういう小さいやつ、はい、うん、だからこれがまだあるの出荷するにはためらっちゃいます、はい、あと10日ぐらい待ってください。はい、ありがとうございます。そろそろお時間も迫ってきましたので、ちょっとここで質問は終了させていただきます。で、東急ストアの YouTube チャンネルの東急ストアセール情報でもこちらのリポートのアーカイブを発信しますので、もう一回見たいなとかお友達に見せたいなっていう方はぜひそちらでご覧になってください。で、今日ご紹介した丸和さんの野菜ですけども、11月の中旬頃にお店に並ぶ予定でございます。お楽しみに待っていてください。で、このオーガニックの野菜ですね、シール、ここに、野賀さんのお名前が書いてある。農事組合法人丸和さん、こちら店頭で見つけたらぜひ買ってみてください。はい、ではそれではこのお忙しい中最後までご参加いただきましてありがとうございます。この生産者の方と直接お話しする貴重な体験を今回させていただきました。時間もあっという間に過ぎてしまって、聞きたいことももっと山ほどあるんですけども、今日はここでおしまいとさせていただきます。これからも東急ストアと生産者の方々の応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。それではまた。